こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではポロシャツはダサいのかというテーマについて実例を交えながらですね、皆さんに解説をしてみたいなというふうに思っています。ポロシャツといえば夏場のですね、定番的なトップスとして結構ですね、30代後半から40代以降の男性には人気のアイテムなのかなというふうに思っています。ただですね、このポロシャツというアイテムがなかなかのくせ者で、失敗するとですね、すごくおじさんっぽく見えやすいアイテムなんですね。なぜかというと、これはですね、他のアイテムにも言えることなんですけども、服にはですね、既存のイメージみたいなものがありまして、ポロシャツにはですね、ちょっとおじさんっぽいイメージが最初からあるんですね。ですので、ちょっとでも失敗してしまうとどうしてもおじさんっぽさというところが強まってしまうので、なかなか難しいかなというふうに思っています。ポロシャツ以外にもですね、よく動画の中で出てくるのはベージュのチノパンだとか、あとはですね、スポーティーな雰囲気の満載なスニーカーですとか、こういった感じもですね、なかなかおじさんっぽく見えてしまうので、ある程度の使い方のコツみたいなところがあるんですね。決して NG アイテムではないんですが、気軽に着て素敵に見えるというものではないので、今回の動画を参考にしながら、まずはこういったポロシャツが NG で、こういったものを買えばいいんだなというところを理解していただきたいのと、このようなポロシャツをどうコーディネートすればいいのか、このあたりまでしっかりと理解していただければ、皆さんにもですね、ポロシャツがぐっと似合いやすくなるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートの解説に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。そちらの方ではですね、皆さんからいただいたご質問にもどんどんお答えしてますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、まずはですね、ポロシャツの選び方から皆さんに解説をしたいなと思ってるんですが、ポロシャツにもですね、いろんなものがあるんですね。代表的なのは、こちらにあるようなですね、ブランドのロゴが大きく載ったものだとか、あとは色合いがビビッドなものだとか、さらにはですね、ちょっとこう細部にデザインのあるものですね、部分的にボーダーが使われていたりだとか、切り返しの部分にですね、ちょっと違う生地が使われていたりだとか、こういったちょっと盛ったポロシャツというものが世の中には多いんですね。というのも、ポロシャツイコール少しおじさんっぽく見えるというイメージがあるので、それをですね、どうにか和らげようといろんな工夫がされているわけなんですが、そういったポロシャツの中で盛ろうとすればするほどですね、これまたおしゃれに見えづらいというところがあるので、基本的にはですね、ポロシャツを選ぶときには無地のものを皆さんには選んでいただきたいなというふうに思っています。無地といっても様々なカラーバリエーションがあるんですが、その中でもですね、白だとか、あとはグレーだとかブラック、このあたりがですね、ベーシックなカラーかなと思ってるんですが、特にですね、白グレーというのはオーソドックスで使い勝手はいいんですが、ザ・ポロシャツといった感じで、なかなかですね、これまた洗練されたイメージが湧きにくいので、もしポロシャツを選ぶのであれば、今こちらに用意しているようなブラックですとか濃いネイビーのような、ちょっとですね、色がシャープなものを選んだ方が断然使い勝手がいいかなというふうに思っています。ポロシャツのおじさんっぽいイメージを覆すには、これぐらいですね、振り切っちゃった方が僕は使い勝手がいいかなと思うので、ぜひですね、ポロシャツを選ぶときには色と柄、なるべくシンプルに黒かネイビーで選んでもらうと、失敗がぐっと減ってくるかなというふうに思っています。シンプルなロゴぐらいだったらいいでしょうと思う方もいらっしゃるかもしれないですが、やっぱりですね、ブランドによってここはおしゃれに見えだとか、ここはちょっと古臭く見えるんだよなというのも微妙にあったりするので、個人的にはロゴは全くない方が使い勝手がいいかなと思ってますので、個人的にはブラックのポロシャツが鉄板なのかなというふうに思っています。今僕が持ってるのは昨年ナノユニバースで買ったものなんですが、こういったセレクトショップのオリジナルのポロシャツが僕はバランスがいいかなというふうに思ってます。もちろんユニクロですとか GU ですとかグローバルワークでもシンプルなポロシャツは手に入るんですが、夏場のポロシャツというのは上半身一番目立つところに来ますし、主役のアイテムなので、そこに対してはちょっと投資をした方が僕はバランスがいいかなと思ってますので、セレクトショップのオリジナルですね、結構優秀なのがナノユニバースですとか、あとはエディフィスですとか、このあたりのセレクトショップかなと思うので、ぜひですね、こういったところでシンプルなポロシャツを選んでいただければなと思ってます。
あとはもう少し投資ができる方はイタリアのシャツ専業ブランドであるギローバーのポロシャツなんかもすごく形が綺麗なんですね。まあ襟周りのデザインがすごく綺麗で、イタリア系のシャツというのはカッタウェイだとかワイドカラーと呼ばれるような第一ボタンを閉めた時の襟の広がりが結構広いもの、そういったものが多いんですが、まあギローバーのポロシャツは定番的でなおかつ美しいので、まあ皆さんもですね、楽天を含めていろんなサイトで売ってますので、そちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、続いてサイズ感なんですが、これはまた後ほど着た状態でお伝えしたいかなと思うんですが、ピタピタにタイトすぎるとちょっとこれまた古臭い感じがしますし、あとは襟を立てたりするとなおさら時代感が出てしまうので、まあジャストサイズから少しゆったりめでもいいかなと思うので、そのサイズ感においてもタイトすぎないというところはですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあそんな形でまずはですね、ポロシャツ間違いのないものを選択していただければ、あとはコーディネートですね、そこにおいてしっかりと外さなければ、まずダサく見えることとかおじさんっぽく見えることは少なくなるかなと思うので、この後ですね、こちらを実際に着ながらコーディネートもお見せしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、先ほどご紹介したナノユニバースのポロシャツを着てるんですが、まあ、サイズ感はですね、こんな形でそこまでタイトすぎずに、かといってビッグシルエットに振りすぎないぐらいが僕はバランスがいいかなというふうに思ってます。僕は身長164センチの53キロで、普段は S サイズをですね愛用することが多いんですが、まあ、あえてこちらはですねワンサイズアップして M を選んでいます。まあ、もう少しタイトでも問題はないんですが、個人的にはですね、今ビッグシルエットですとかゆったりめのシルエットが旬ではあるので、あまりタイトになりすぎないようなサイズ感、これぐらいがいいかなというふうに思ってます。まあ、袖周りもですね、ここビタッとなりすぎないのもいいし、あと着丈も短すぎるのもちょっとですね、個人的には気恥ずかしいところがあるので、まあ、これぐらいのサイズ感でもいいかなと思います。まあ、場合によってはですね、もうちょっとタイトに着てもいいかなと思うんですが、ピタピタにならないというところが一つのポイントかなというふうに思っています。あとは着方としては、第一ボタンを全部閉めるというのが個人的には好きなんですね。まあ開けてリラックス感があるのもいいんですが、少し小綺麗にポロシャツを着て、まあちょっとモード感が漂うような全部ボタン閉めというところも意外とバランスがいいかなと思うので、一つ参考にしていただければなというふうに思ってます。あとはポロシャツ自体がちょっと失敗するとおじさんっぽく見えるというところもあるので、手元はですね、時計だとかちょっとしたバングルだとか、こういったものでやや持ってあげるとちょっとですね、おじさんっぽさが消えるかなというふうに思っています。そして問題はですね、ボトムスなんですね。黒のポロシャツにどんなボトムスを合わせたら一番合うのか、僕の中でもですね、先日いろいろと試してみたんですね。その中で個人的にバランスがいいなと思ったのが、今僕が履いているデニムなんですけども、その中でもですね、ちょっとグレーっぽい色味のものですね。こういったものだと、まあ基本的にはデニムでカジュアルなんですが、ブルーデニムよりは少しですね、モノトーンの配色になっているので、ブラックのポロシャツとはすごく相性がいいかなというふうに思っています。上半身がブラックで下がグレー、そして足元はですね、白のこういったレザー系のスニーカーで、色数をですね絞ってしまうと結構大人の男性でもシックにですね、スタイルよく見せることができるかなと思ってます。まあ、こういったグレー系のデニムはですね、まだまだ数が少ないんですが、最近はユニクロでも取り扱いがあるので、そういったもので履いてもらうのもいいかなというふうに思っています。まあ、もちろんですね、手持ちのブルーデニムでも合うかなと思うので、まあ、今っぽく見せたいのであればグレーデニム、もしくは定番的に見せたいのであればブルーデニムでいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思ってます。ちなみによく僕が動画の中でおすすめしているユニクロのスマートアンクルパンツのようなスラックス系のアイテム、あれもですね、相性がいいんですけども、ただですね、こういったポロシャツに合わせてしまうとカジュアルというよりは結構ビジネスカジュアルっぽく見えてしまうので、僕はですね、ちょっとカジュアルに見えるようなデニムで合わせてあげた方がバランスがいいかなと思うので、ポロシャツにはデニム系というところで頭の片隅に置いていただければなと思ってます。まあ、今回の場合はですね、全身が暗いトーンなので、足元だけ少し明るさのある白レザースニーカーで春夏っぽさを出すような形でイメージをしています。まあ、このようなスタイルであれば30代後半から40代以降の男性でも比較的ですね、合わせやすいかなと思うので、黒ポロシャツにはこういったデニム系を合わせるというのが一つの手段かなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。あともう一つ、上半身は変えずにボトムスを変えながらですね、見え方を変化させてみたいと思うので、この後着替えてみたいと思っています。
はい、着替えてみました。続いてですね、ボトムスを変えたんですが、今度はですね、これデニムっぽく見えるんですが、センタープレスが効いているようなデニムスラックスというアイテムなんですね。これがですね、結構ポロシャツと相性が良くて、合わせてみたらこれはいいなという形で、僕はですね、かなり気に入ったんですね。まあ、先ほどブルーデニムでもいいというお話をしたと思うんですが、まあ、こういった鉄板のですね、少し色が抜けたようなデニムもバランスはいいかなと思うんですが、もう少し上品に見せるためには普通のデニムではなくて、今僕が履いているようなデニムスラックスが結構相性がいいかなというふうに思ってます。まあ、個人的にですね、デニスラがかなり好きで、まあ、時々ですね購入するんですが、最近ですね、これはオーダーで作ったものなんですね。まあ、ファブリック東京というお店があるんですが、そこでですね、このデニムスラックスの生地があったので、僕はこちらをですね作ってみたわけなんですが、これとブラックのこういったポロシャツはめちゃくちゃ相性がいいなと思ったので、個人的にもとても気に入っています。まあ、デニムの中でも色落ちがあまりしていないようなリジットっぽい感じもすごく良くて、まあ、上品な大人スタイルがですね、こういった形で作りやすいので、まあ、デニムスラックスとポロシャツというところもすごく相性がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、ポロシャツはダサいのかというテーマについて、まあ、実例を皆さんにお見せしながら解説をしてみました。まあ、ポロシャツ自体のアイテムには何の罪もなくてベーシックで使いやすいんですが、まあ、たくさんのポロシャツの中である程度厳選しないと素敵には見えづらいというところで、黒ですとかネイビーですとか、こういった深めの色合いの無地のものを選んでもらうというのがまずはポイントになるんですね。そしてそれに対してどういったコーディネートを組めばいいのかというところで、まあ、主にボトムスなんですが、デニム系が相性がいいですよというお話をしました。まあ、代表的なところで言うとブルーデニムもいいんですが、ちょっとグレーっぽいようなシックなデニムなんかも合いますし、今僕が履いているようなデニムスラックスもすごく相性がいいので、こういったものとポロシャツを合わせていただければ、かなり大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。まあ、改めてですね、僕自身もポロシャツを着てみて、まあ、やっぱりポロシャツもですね、うまくコーディネートできればトップスの中でも襟があるので最低限の綺麗さというところが整うので、やはり大人世代には似合いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、今回お伝えしたポイントさえつかめば、かなりですねポロシャツが似合いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、手持ちのものの中で構成をしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また先日からですね、ラジオ番組をスタートさせたんですね。ボイシーというアプリで気軽にですね聞けるようなラジオ番組を始めましたので、気になる方はですね、こちらの下の概要欄にそちらもリンクを貼ってありますので、よかったらチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。